前の市民の前で一点一点確認させてください。もうこの小泉さんが脱退されたというのは、これは被害事務局の方に届け出がされているんでしょうか。今の被害者の方の会社の方で提出しているということなんでしょうか。まあ、これ被害事務局確認しないと分からないんですけど、8日の昨日の時点でということなんですか。どういう形を取るんでしょうか。はい、ご説明いたします。ただいまのご質問ですが、昨日の福田野達氏の、私の会談したところでは、昨日の3時を目途として、今おっしゃられたような会派の構成の変更届を議会事務局に提出するつもりであるという一方的な通告がございました。その後、実際に事務局に出されたものであるかどうかは、私、小泉一馬としては承知しておりませんが、その提出の遺憾にかかわらず、改革ならんからは脱退するという私の意思を得てあります。以上でよろしいでしょうか。はい、それとも条件、いずれの会派に属さない議員ということは、いわゆる無所属の、まあ、一人で、活動されるということの、条件なんでしょうか。はい、お答えいたします。私もですね、こういう事態になるとは、昨日まで思ってもいませんでしたので、まだ正直に言ってですね、どこの会派と組むとか、私が、誰かと組んでみたいとか、そういうことを考えている、余力というのは正直なところもなかったですし、今後は考えていかなければいけないと思っています。またそれが、考えのまとまり、交渉がまとまった時点で、皆様にお知らせできればよろしいですが、当面は一人での活動を続けていくことになると今のところは認識しているところです。はい、よろしいでしょうか。はい、もう一件、最後に海外大臣の法的措置というのは、これはどういうものを進んでいるんでしょうか。はい、お答えいたしますと、法的、その前にですね、ご説明いたしましたんですが、一方的に十分と思われる理由もなく、また民主的な手続きも経ず、そして小泉が意見陳述もないという、そういったやり方で私が、追放されたわけですね。こういったやり方に対しまして、私個人は不当な精神的苦痛を強いられていると、述べたつもりでございますので、それに対しまして損害賠償の請求が成立しうるのではないかと考えております。民法上の法的な措置が考えられるのではないかと今検討しているところであります。以上ですか。よろしいでしょうか。長野市民支部の木と申しますけど、通常の会派内でのそういった手続きというのは、通常ですとどうなるのか教えてもらえればと思います。はい、分かりますが、通常こういった場合というのはあまりないことだと思うんですね。それで、改革長野の場合をですね、私が、いた時のお話をいたしますと、まず、規約とか、党としての、党じゃないですね、改革としての法令みたいなものはないですね。手続き的なものは一切ありません。ですので、会派総会がありますと言うと集まってきますけれども、その会派総会も何かの明文の規定で定められたものではありません。ですので、このような、会派を、構成をどのように変動させるのかにつきましては、その際にあらかじめ決められた手続きはございませんが、やしも改革を謳っている会派であり、また、民主主義を推し進める責任がある長野市議会の会派である以上、一定の民主的な手続き、また市民への説明責任、これが確保される手続きが必要であることは明白であると私は考えております。あと最後の2番の確保3なんですけども、ちょっとよくわからないんですけど、具体的なそのある方、改革長野の市長を目指す方と小泉議員さんの間で、そういった何かやり取りというかお話みたいな、市長と巡ってのお話なんていうのも実際あったんですか。それは
率直に言って、だからお前抜けろよと言ったようなやり取りはあるはずがありません。ただ、まあ、この時期にですねこういったことが唐突に降って割れたように、しかも十分な説明がない形で構築されたわけですの で、私はこれぐらいしか一つの合理的な理由というのは思っていません。はい、過去2番の市長選の候補に声が上がりましたように声が市民の方が寄せられているということであれば、小泉さんご自身としては市長選に何か検討されるということになるんでしょうか。はい、お答えいたします。正直申し上げまして、市民からの声、市民からの要望、そういったものに触れたときにですね、それに、応えたいと思うのが政治家としての本能だと私は思うんですが、私のことが非常に嬉しいんですけれども、今はちょっと、正直言って、ね、私が市長選挙に出ていいものなのかどうなのか、その自分のですね、資質自分で見極めなければいけないと思いますし、正直今考えているところであります。全くそういうことは考えられないとは今は言えます。ただ今後どうなるかはまだ今の時点では明言できませんので、お許しいただきたいと思います。検討しているという程度でこちらとしてもの考えた前向き検討しているという程度でこちらとしては程度でいいでしょうか。今十分な検討を重ねているところでありまして、その検討というのは後ろ向きな検討では決してありませんので、それが果たして実現するのかという方向で検討しています。はい、あ、すいません、分かりました。ちょっと今日は小沢なんですけど、今市長選に関しては実はですね、これちょっと喋っちゃまずいかなと、私突然、まあ、前に渡されたもんであるんですけど、小泉一馬のですね、市会議員当選以来、毎月、市政報告会、近況報告、毎月やってるんです、1回ずつ。で、その時にですね、いろんな方がだんだん集まりが最近多くなりました。でその中でやはり、今年のですね、1月頃からですね、非常に市長選の話が話題になっています。これで、小泉一馬議員がまず、市会議員になる一番の趣旨だったのはやっぱり、住民の投票条例だとかそういうものを目指して、いわゆる一番は市民が主役の市政、これを立てたわけです。ところが今現在の市政を見た場合には、市民不在の市政なんですね。でそれに対しての反発が非常に多いなということが、もう講演会のその会合の中では本当に瞬く間に、そういう人も増えているということは、で、まあ、現時点に対して、非常に反発が多いという状況がこれ分かってきてまして、多分本人も肌で感じてきていると思うんですけども、本人はやっぱりちょっと遠慮気味に言ってますけど、実際はもっともっと市民の皆さんから市長に出てもらいたいと、そういう要望は現に私たちが客観的に見てましてあります。ただこれはまた多分今後講演会をですね、非常に小泉議員は重視する人柄なので、講演会の方で多分委ねるというような形に今後持っていくもんで、まだまだ今の段階では本人は多分否定的かもしれないけど、周りの人の方が逆に、いろんな団体もすでにもこうご指示をいただいています。だから本人よりも周りの人の方が
積極的に進んできているという段階、それともう一つはその中でですね、それに一歩進む場合にはですね、やはり改革中のというのはちょっと公約の中でもちょっと苦になった部分が一点だけあります。これは市長にもし押された場合にはいわゆる改革だけの考え方にはいけないと、市民全ての視点の中で行われなければならないということでですね、とにかく市民主役の姿勢ということで、やはりその時点では改革長野はやめざるを得ないんじゃないかというふうに私は感じてました、個人的には。まあちょっと今マイク急に渡されたので、そんな程度のことを皆様に多分資料として、ご報告いたします。以上です。今までお世話になった会派ですので、決して悪く言うつもりはないんですけれども、非常に残念です。ただ、今思い返すと、やはり私は出ていかなければいけなかったんだなと、申し訳が何度かありました。私が改革長野で好きだったところは、まあ、今考えると名前だけですね、改革長野というのは非常に名前です。だその実態は、決して改革の名前に値するものではなかったのではないかなと、今は考えております。まあ、改革長野ではなく、調整長野、あるいは長老長野、そういった実態だったのではないかと私は思っております。その辺がですね、今回のちょっと手続き的にはもうちょっとうまくいくら何でもできるだろうっていうやり方に現れてしまっているんじゃないかなと思います。今まで一緒に飯を食ってきた仲間として、こういうベトリは非常に残念でありますが、私も政治家としてけじめをつけ言うべきことを言う時が来たのだという決意でございます。その覚悟でまた市民への小泉和馬の和馬という長野市議会議員としての説明責任を果たすために今日の会見をセットさせていただきました。皆様におかれました、市民の皆様におかれましては、今後も変わりなく、小泉和馬のご支援をお願いしたいと思います。率直な意見です。ありのままを申し上げました。どうも、拙い会見